鈴木明子氏の羽生譲る評論、賛否両論、競技者とファンの注目を集める議論、未来への期待と建設的な議論がスポーツ界に影響を、元フィギュアスケート選手の鈴木明子氏、32、が、若手スケーターである羽生譲る、22、についての率直な意見を表明したことが、ツイッター上で大きな議論を巻き起こしています。一部のユーザーは鈴木氏を、鈴木明子ごときのスケーターが何個と、 連打かと批判し激怒しまししまた。しかし、他の多くのユーザーは鈴木氏の評価を高く評価し、彼女のコメントを的確で熱いエールとして受け入れています。鈴木氏のコメントは、2017年4月26日付のスポーツメディア、ウェブスポルティーバのインタビュー記事で行われました。この記事では、羽生譲るの16から17シーズンに焦点を当て、特に若手選手である宇野昌馬、19、屋根井三チェン、17、 との比較が行われました。これらの新生選手の台頭により、羽生譲るは従来通りの成功を収めることが難しくなったと鈴木氏は指摘しました。実際、17年2月の四大陸選手権では、ショートプログラムで3位に終わった羽生譲るは、総合でもネイサン・チェンに敗れる結果となりました。現在の男子フィギュアスケートは、ジャンプ技術の発展により、誠四回転時代とも称されています。 14年ソチ五輪で優勝した羽生譲以降、他の選手は羽生譲りを追い越すために、ハブが飛ばないジャンプを取り入れることを試みています。鈴木氏は、羽生譲宇野昌磨、ネイサン・チェンという3人の選手を比較しました。彼女は、年齢的な要因から、羽生譲が同じことをするのは難しいと指摘しました。宇野昌磨やネイサン・チェンは新たな技術を習得し、その能力を向上させている一方で、 ハニュー・ユズルは既存の技術をさらに磨く方向に進んでいると述べました。鈴木氏は技術の完成度についてもコメントし、3種類の4回転ジャンプがノーミスで滑るプログラムを実現できれば、羽生選手は別格と評価しました。しかし、彼女はさらなる成長の余地があるとも述べ、ハニュー・ユズルに対して感情をより表現し、エモーショナルな演技を求めることができるかもしれないと指摘しました。実際、 フリープログラムの点数を比較すると、宇野昌磨のベストスコアは今期の世界選手権での214.45であり、ネイサン・チェンは四大陸選手権での204.34を記録しています。一方、羽生譲は今期の世界選手権で男子歴代最高点の223.20を達成しており、その優越性が際立っていますが、まだまだ向上の余地があることは間違いありません。 鈴木明子の評論に対する反応は賛否両論が存在しています。一部のユーザーは彼女のコメントに対して批判的で非難の声を上げました。しかし、多くのユーザーは鈴木氏の評価を称賛し、彼女のコメントを的確で熱いエールとして受け入れています。一部のユーザーは、鈴木氏を叩いている人々がバイアスを持っている可能性を指摘し、彼女の評論が羽生譲弦へのエールであると主張しています。 羽生結弦自身は以前に放送された報道ステーションテレビ朝日系で技術に対する自身の考えや感情表現についてコメントしています。高難度のジャンプやステップをこなした上で加点を得ることが非常に重要です。4回転3種類を安定して成功させることは大きな進歩です。これからも磨いて完璧な演技を目指していきます。感情は出しながら。 ステップでの上下の動きにも注意を払っていますと述べ、自身の演技に対する意欲を示しています。鈴木明子氏の評論は、フィギュアスケートファンの間で議論の的となっており、羽生結弦の今後の演技に対する期待と注目が高まっています。批判的な意見と賞賛的な意見が交錯する中、競技者としての羽生結弦がどのように成長し、彼女の評価に応えるのか、今後の動向が注目されます。また、 この議論はフィギュアスケートファンのみならず、スポーツ評論家や専門家の間でも関心を引いています。羽生結弦が競技の最前線で活躍し続ける中で、彼の演技や表現力についての議論は、スポーツ界全体に影響を与える可能性があります。鈴木明子氏のコメントからもわかるように、競技者としての視点からの意見は貴重であり、選手たちの成長と競争に対する洞察力を提供しています。 ハニュー・ユズルはこれからも新たな技術や演技の向上に取り組み、彼女の評価に応えるチャンスが待っています。一方で、ネット上での議論は感情的に乗りがちで、批判的なコメントや非難が飛び交うことがあります。競技者やファンは、議論を建設的に行い、異なる意見を尊重することが、スポーツコミュニティ全体の健全な発展に貢献する重要な要素であることを肝に銘じるべきです。最終的に、 競技者としての羽生譲弦が鈴木明子氏の評価をどのように受け止め、それに応えるかは、フィギュアスケート界の未来に影響を与えるでしょう。彼の成長と成功に期待し、フィギュアスケートファンとして彼を応援し続けましょう。鈴木明子氏による羽生譲弦に関する評論は、フィギュアスケート界における注目の的となっています。彼女の的確な意見と熱いエールは、 競技者としての羽生譲に向けられた期待と注目を示しています。一方で、ネット上での議論は感情的な側面も含み、異なる意見が交錯しています。競技者やファンは、建設的な議論と尊重の精神を大切にし、スポーツ界の発展に貢献することが求められます。最終的に、羽生譲の成長と競技に対する情熱を応援し、 フィギュアスケートコミュニティ全体が協力してスポーツの未来を築いていくべきです。って。